熱海市では春の訪れを告げる熱海桜が見ごろを迎えています。鮮やかなピンク色をした熱海桜、熱海市を流れる糸川沿いの熱海桜57本が今見ごろを迎えています。一般の桜と比べ開花期間の長いのが特徴です。今日の熱海市は時折風が強く吹いたもののいい天気に恵まれ、写真などを撮る人の姿も見受けられました。小鳥たちも早春の香りを満喫しているようでした。もう青空と桜がマッチしてちょっと気も晴れたかなって感じですかね。あ、こういうご時世にってことですね。早咲きで知られる熱海桜はあと1週間ほど楽しむことができるということです。